はい、こんにちは、レトスノーです。で、今回は不動産賃借人の妨害停止請求、民法605条の4について解説いたします。まあ、今回お話しするのは2つですね。まあ、基本的な部分ですけども、よく出題される部分なので頭に入れておきましょう。で、まず不動産賃借人は対抗力を備えた場合、以下の2つのことを請求することができますよ。1つ目が、不動産の占有を第三者が妨害しているとき、その第三者に対して妨害停止請求ができます。2つ目は、不動産を第三者が占有しているとき、その第三者に対して返還請求ができます。この2つを請求することができるんですね、第三者に対して。ちょっと一つ一つ見ていこうと思うんですけども、前提となっているのは賃借人は対抗力を備えた場合の話なんですよ。つまり、まあ、今回ちょっと見ていただくと土地の話なんですね。賃借人は土地を借りていますよ。で、まあ、この土地、例えば青空駐車場だと仮定しましょう。その場合、対抗力を備えた場合とは、賃借権の設定登記なんですね。つまり、賃借人は、まあ、賃貸人、オーナーさんから賃借権の設定登記を受けているというのが前提の、条件となってきます。要件ですね。で、そういった前提があった上で、1番から見ていきます。不動産の占有を第三者が妨害しているとき、これどういった場合かっていうと、まあ、青空駐車場借りてるわけですよ、賃借人は。借りているにもかかわらず、その前に第三者が、まあ、トラックをね、置いちゃって、賃借人はここに駐車することができない。まあ、そういった状況ですね。これ、占有、第三者によって妨害されてますよね。こういった場合、賃借人はこの第三者、妨害、占有を妨害している第三者に対して、どんなことを言えるかっていうと、妨害をやめてくださいよって請求できるんですね。つまり、このトラックどけてくださいというふうに請求することができるよっていう話です。で、二つ目はもう実際にその不動産を第三者が占有しちゃってるよっていう話です。まあ、こっちの事例で言うと、トラックがもうここにあると。借りた土地の上にもトラック勝手に駐車されている、まあ、そういった状況です。まあ、不法占拠って話ですね。そういった場合、何ができるかっていうと、賃借人はその第三者に対して返還請求ができます。まあ、土地を返してと、借りているのは私なんだから、不法占拠しているあなたは出て行ってくださいと、出て行ってその土地返してくださいというふうに請求することができるっていう話なんですね。返還請求ができるよと、まあ、いう内容です。まあ、条文だけ見ると、この違いってなかなか分かりづらいんですけども、まあ、今回具体例を出してお話しさせていただいたので、まあ、イメージはしやすいんじゃないのかなと思います。で、今回の内容っていうのはもうこれだけなので、すごく短い動画になっちゃったんですけども、個別指導ではこれと関連した関連ポイントも一緒に解説させていただきます。もちろんこの部分、試験で出題されやすいんですけども、関連ポイントも含めて試験で出題されやすいので、もし関連ポイントわからない方は、ぜひ、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。理解学習ができれば、1回で合格できます。逆に理解学習ができないと、どれだけ勉強しても何回も何回も落ち続けます。そうならないためにも、ぜひ理解学習を実践していきましょう。個別指導であなたをお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。